ラジオ525日目です。もう10月の中頃に差し掛かってますが、畑は結構まだまだ緑に覆われてるし、じゃがいももね、これね、2、3週間前に植えたっけ、いやもうちょっと前かな、だけど結構十分大きくなってますね。こっちは何植えてんだろう、わかんないな。こう見るとじゃがいもっぽいものが、じゃがいもの芽っぽいものが出てるけど、何がこのこっちとこっち違うのかわかんない。あそこのオクラとかもまだ大きくなってますし、早く取らなければならないモロヘイヤですね。大根もなんか虫に食われることなくしっかり芽が出てます。レタスが生い茂っていて、あっちはカイワレかな、うん。ブロッコリーはまあ葉っぱがちょっと食われてますね。なんか多分青虫かなというような気がする。でナスビ、まだ取れるナスビですね。秋ナスは随分長いこと取れますね。多分あと 2,3 日で食べれることになるだろうナスビ。そしてオクラ、オクラまだオクラはいけるのかな。葉っぱは落として結構暖かい日が続くので、冬に差し掛かってるけど意外とまだまだ畑がいけてる感じですね。この辺の夏野菜を取り切ってイチゴ植えようって話をしてるんだけど、まだ夏野菜が取れる。こんなことを言ってるとイチゴが取れなくなるってことになる。イチゴを植えられなくなるっていう気もしますがね。はい。まあ新しいのはね、平常運転というか例年の畑よりはなんかいい感じで進行しております。今週はこんなところです。ほな。